平口の下林区に行っていきたいと思います。久しぶりだね。何年ぶり。もういい天気になった。昨夜から雨降ってたんですよ。いい天気になりました。この辺りの地名は平口と言います。どうして平らなところが少ないのに平口というのか考えてみました。この地域は昔の国名で言えば岩見国です。岩見国というのはこの海岸線まで山や岩が迫っており、大きな平野がないんですね。この辺りで言えばちょっと北の土田、平原、この辺は田とか平という字がありますから、ちょっとこう水田、稲作に適した広い平地はあるんですが、この大浜にあんまりそういうとこないんですね。南で言えば木部とか津田、増田、この辺はまあちょっとした稲作に適した平野がありますが、この大浜近辺には広いところはないと。で、この日本海側のこの海岸線沿いにちょっとした人間が住めるような平地はあるんですが、田んぼを作るまでには至らないと。で、自分たちが今いるこの、このようにですね、ここはちょっと平らなところがあるんで、平という字を使った地名になったのかなと。そして地理的にはこのここから奥の方の種という地区に行く道がありますので、ここはちょっと平らな土地がある種への入り口というような名前で平口という名前なのかなと思ったりもします。今から行く下隠居という家は隅川という名字の家です。この辺りでは隅川さんという名字が多くて、しかもご大家な家が多いような気がします。増田市の引見というところに隅川という地名があって、そこの人たちが西暦1700年の頃この地にやってきたという話があります。1700年というと享保の大飢饉の頃ですので、当時全国的な天候不順があって、米が取れなくて困って、この豊かな水産物も取れる、稲も稲作もできるこの地に移ってきちゃったんだろうと思います。でも簡単ではなく大変な苦労をされて今の繁栄があったんだろうと思います。おお、こんな狭かったかね。池だ、堤だ。緑のシートの部分はかつての堤、つまりため池だったんですね。山からの湧き水をためて水田を作っておられたようです。わずかな耕作地も大事にされていたんでしょうね。国道9号線沿いのこの辺りはいわば平口の一番にぎやかな地帯で、朝日屋、仏壇屋、常盤屋などがあって、運送店の倉庫もありました。この井戸は鶴井と呼んでましたね。夏は冷たくて冬は暖かい水、飲み水にもしていましたし、もちろん洗濯、鍋釜の洗い、スイカの冷やしなどにも使ってました。
使う人たち、近所の人たちの交流の場でもありました。俺は知らないけどな。窓かけて、 ありがとうございます。ああ、いい風。こうやって風通してるの、この時。まあ、僕も一番に持ってるんだから、うん、まあ、いろいろ撮ってるってことか、うん、動画自体は、うん。何もお皿ございませんけど、手渡しで。ね、これね、浜松のお土産で、うなぎパイですね。有名ですね。あ、有名かいね。うんうん、隅川幸雄君の家でした。はい、はい、はい。うん、帰ります、はい。話が終わらない。はい。はい、ありがとう。はいよ。またね。はい。またね、ください。どれぐらいの頻度で帰ってくる？半年に一遍ぐらいでね。わからん。わからん。状態による。うん。今度はこっちから降りてみます。せっかくビデオカメラを持っていったのに、下隠居という珍しい屋号の名前の由来を聞くのを忘れてました。下隠居というからにはおそらく思うに、まず本家があって、隠居という屋号の家に分家して、もう一度隠居からもう一遍分家して、それは土地の下の方に行って下隠居となったのかなと思われます。家が分家していく過程でどういうふうに家を移していくのかということも研究してみると面白いのかなと思って、そのあたりも隅川君に聞きたかったのですが、また機会がありますので聞いてみましょうね。今日のところはこれで帰ります。私の家があるところも平口なんですが、同じ平口でこんなに景色違うんですね。下隠居の家からはこんなにいい景色が毎日一年を通して見れるんですね。ちょうど海の方向ですので、夕日もこの方向に沈みます。本当に彼は幸せな家に住んでると思います。彼のおばあさんもずいぶん前ですが、縁側に座って夕日の沈むのを眺めておられたというのを彼から聞いたことがあります。景色がいいところだと思います。美しい映像を簡単に撮れる時代がやってきました。幸せな時代がやってきました。チャンスを見つけては撮影し、作品として残したいです。昔のことや地域のことを話してくれる人がいたら取材をしてみたいです。自分たちが生きて、自分たちが今生きている蒲田の様子を、蒲田ではない人にも見てもらい、蒲田に住んで実際に住んでない人にも見てもらいたいし、10年先20年先の人にも見てもらいたいです。の宮古屋書房をお送りしました。蒲田の同百科、また次の動画でお会いしましょう。